どうも、キスケです。本日のシャロットはスーパーサイヤ人3シャロットになります。イラスト見てください。かっこよすぎということで、悟空3じゃねえわ、シャロット3を使っていきます。変わったところは、まず変身前のメインアビリティ、スーパーサイヤ人3に変身して変身時間が45カウントから60カウントに変わってます。で、体力 20% 回復、気力30回復で、プラスバニシングも 100% 回復と。で、特殊カバチェン無効10カウントが付与されるということで、全然変わってきましたね。で、変身後、はい、ステータスがこんな感じ。まあ、打撃と射撃結構バランス取れてるかな。で、必殺技はプラネットクラッシャーにしてて、特殊アーツがその場で発動するタイプ。打撃アーツをドローして気力55回復、打撃用ダメージ 20% アップの、能力低下状態上を解除と。で、メインアビリティ、体力 25% 回復、気力30回復、余ダメージ 30% アップ、打撃射撃のコストが5ダウンで、泥速1段階アップ30カウントついて、踏ん張り無効が20カウントつくという形になります。これ強いね。普通に踏ん張り無効20カウントはかなり優秀だと思います。んで、しかもあれですよね、変身後特殊カバチェン無効10カウントなんで、これ5カウントで使えるんでね、まあうまいことをコンボが刺さればいい感じにいけると。で、変身終了まで、余ダメ 70% アップ、泥速1段階アップ、火ダメカット 10% マイナスで、場に出た時戦闘不能なメンバーがいると気力30回復、余ダメ 30% アップで、カバチェンジ敵の手札を1枚破棄と。で、打撃アーツに対する特殊カバチェンを持ってます。自身がアーツカードを使用するたびに気力5回復、余ダメ 15% アップ、敵の攻撃終了後、自身の残り体力に応じて以下の効果が発動するということで、 50% 以上だと余ダメ 30%、 50% 未満だと余ダメ 60%、 もう火力にぶっ飛んだキャラクターって感じかな。ゴッドシャロットの時はわりかしバランスが取れてるっていう、なんかそういう印象を受けたんですけど、この悟空3に関しては60カウントフルに使って、もう火力全盛りみたいな、なんかそういう性能してるね。はい、ということで、本日はサイヤ人パーティーで PVP 回っていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしましたということで、シャロット入ってるね、アイテム。オタクのシャロットはゴッドかいな。いやいやいや、時代はスーパーサイヤ人3ですよ。対戦お願いします。やっていきましょう。60カウントだけっていうところを、ちょっとね、気つけないとね。ただね、変身前のシャロットも別に弱くないんですよね。火力は普通に出ると思うんで、まあ、その辺はあんまり心配せずに、ガンガン変身して戦っていこうと思います。ただバニシング回復があるから、ちょっと慎重にやっていこうかなとは思ってんだよな。どうかな。さあ、ということで、国内のプレイヤーっぽいけど、ラグそうですね。よろしくお願いします。はい、すごいね、6割でずっと止まってますこの人絶対一括ダウンロードしてねえわ。新しいスパーキングのシャロットのせいでデータ今ダウンロードしてんでしょ。せえよ、一括ダウンロードマジで。いや、容量ないんですよ、知るか。マジで対戦お願いします。おめえはトランクスの服着とんかい。しかもこれ色違いになるんですね。オッケー、通常ナイス。そらそら、お、そっちか。オッケー、外しましょう。おー、いいね、なるほど。わー、やるね。はい、お、初めて見た。はい、あ、これか。あれ俺あれ、スーパーサイヤ人3だ。俺あれなんですけど、青色のさ、ブロリーの必殺技にしたんじゃないかなって思ったんやけど、あれなんでやマジで変わっちゃった。いやー、残念まさかの紫ブロリーの必殺技かよ。いや、これちょっと後で変えようちょっと失敗やわ、それ。でやー、
はい、避けてる。アザマル水産、はい、ドラゴンボール回収しながらコンボ取っていきましょう。はい、バニシングも回復できそうですね。ありがたいですね。いや悪くないよ。まあ控えにいる状態だと変身のカウント切れないんで、まあ、ここぞという時に使いましょう。通常で返します。はい、シュまあ打撃は振りますか。なるほど、まあ OK。 あと50秒か。ナイス。はい、いやー射撃カバチェンなんですよねゴッド悟空は。あーめんどくせー、殴らしてくれや。よし、無理やりです。無理やりいきます、当然ですけど。いや火力ブチブチ高くないこいつ、すごいな。はい、オーケー、オーケー、いいですよ。特殊カボチェン出していく。これ誰、カマロゼかな、カマロゼやな。オッケー、いやフルで使おう。入る、いやー殴っていくよ。ほらー火力高くね、火力鬼高いんやけど。クイックアタック、クイックアタック、クイックアタック、無理みたいでしたね。はい、さあ残り10カウントです。悟空3、その前に死んじゃわないかちょっと心配でしたけど、うん、知りました。まあ時間いっぱいいっぱい使えてよかったんじゃないかなとは思います。 OK、 入んのかーい、入んのかーい。これもありがたいけどよ。いや悟空3の火力、悟空3じゃねえ、シャロット3の火力めっちゃ高くなかった？悪くないんやけどマジで。はい、マジで悪くない。いや悪い、ふざけんじゃねえマジで。オーケー、シャロット激破なり。さあびっくりマーク、さあ皮剥がれていく。ただ相手これメインアビリティ残ってるんで、まあ、慎重に立ち回っていこうか。マジかよ、バニシングないのに。なんでメイン使わないんだ。さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。いやー悪くないな悟空3。ずっと間違えてるわ。まあ気にせんといて。シャロット3ですね。シャロット3の火力がマジでいい感じ、悪くない。でまあ1試合目で分かったけど、まあ、欲を言えばコンボ中に変身したいね。特殊カバチェン向こう10カウントあるから、まあ、よく言えばやけど、まあ、無理そうならしょうがないけどね。さあ対戦やっていきましょう。お願いします。俺は負けねえ、全部ぶっ壊してやる。なるほど、いいよ。ちょっとラグいな。はい、 OK。 さあ変身します。これで特殊カバチェン向こう10カウントつくんで、いや火力高い。火力高え、マジで悪くないぞマジで。あまだか、ほい、避けてる。まあ、打撃圧から入りますか。射撃圧はカバチェンで出てこれないんで、はい、ドラゴンボール回収に。えそっち。欲張りすぎじゃない、お前が欲張りすだったのか。了解です、欲張りす了解。はい、まだまだやばすぎ。シュー、オッケー、
じゃあ特殊カバチェン無効プラスフリ属性無効で、回線を落としていく。なるほどです。めんどくせー、こういうさ、シーズン始まったばっかり、これマジめんどくさいよな。クソだるいねんけど、マジな話。切断くたばれよな、普通に普通にくたばってほしい。うん、いい死に方はしないでほしいね、マジで。まあ悟空3の、いやシャロット3の、コンボ力を確かめますか。コンボ力というか、まあ、火力というか、強いよぞ普通に、マジ普通に強い。手加減なじだぜ、マジ普通に強い。火力めちゃくちゃ出る、すごいよこれ。あれゴッドよりさ3の方が強くねって思うんやけど、気のせいでしょうか。3の方が強く感じんねんけど、タイムリミットはありつつも。ふー、 OK、 あざした。さあマッチングしましたということで、シャロット GT ですね、珍しい。対戦やっていきますか、お願いします。いや、あ、君シャロットまだゴッド、まだそこかまだそこなんや。いや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 、悟空3、いやスーパーサイジン3の方が強えよっていうところをちょっと見せてあげたいね、マジで。3の方が強えぞ普通に。ドラゴンボールは回収させていただきます色キモすぎやろ赤色で変身、誰だそれ、セルか。へえ、めんどくせえ。さすがに変身前は食らえないか、だるすぎこいつ。はい、いやー、それは無駄、ありがたい。カウント付与を無駄にしてくれたのはでかいです。シャロットじゃねえ、ゴジータブルーだ。はい、 OK、 有利属性でわざわざ受けてくれる、感謝です、ありがたいです。シュー、 OK、いやー、ゴッドシャロット硬くね硬いな、ゴッドシャロット。想像以上に。OK、変身します。OK、いや、マジ火力バカにしとったらやばいよ、スーパーサイジン3。普通に火力出るからね。ただ、気力はなくなっていく。OK です。あざすー、すげえ楽ちんすげえ楽ちんです、そのコンボ。ただドラゴンボールがないです。あ、これで回収できるか、悪くない。強くね、火力やばくね、マジで。 OK、 火力がやばい。うん、オッケー。いやー、ミスった。とりあえず復活キャラクターで受ければ問題なし悪くない。一応ね、この復活悟空にも全開アビリティ乗っけてるんで、まあ、そこそこの硬さはあるけど、しっかりと死んでいくOK です。うわー、中距離打撃ぶちかましていく、かっこよすぎ。ライジングは当然身勝手落とします。
残念。さあまだ変身カウントは存在します。 OK、 よいしょー。おい、あざすこれ相手何残すんやろな。あー、シャロット残しか。なるほどね、 OK です。はい、あざすー。回避なんて読まねえよ回避なんて読まねえよ。あばよ、くらえ。対戦ありがとうございました。かっけえ。はい、皆さんお疲れ様でした。ということでいかがだったでしょうか。悟空3ちげえシャロット3 まあ強いね、火力めっちゃ出るなっていう印象っすね。ただまあ特殊カマチェン向こう10カウントしかないんで、まあ、慎重に使わないとっていうところではあるんやけど、なかなか良かったです。でイラストやっぱクソかっこいいな。めちゃくちゃかっこいいわ、ほんまに。これぞ主人公っていうイラストしてますね。もしかしたらゴッドシャロットより3の方が強いんじゃないかなってそこまで思うぐらい良かったと思います。ということで、良ければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。